坂口安里、釈放後初ツイッター、メンタルの部分はかなり回復、と報告知人へのホストから現金を脅し取ろうとしたとして、恐喝未遂容疑で逮捕、釈放され、8日に不起訴処分となったタレントの坂口安里が13日、ツイッターを更新し、今は自宅で反省したり友人が家に来てくれたりでメンタルの部分はかなり回復しています、など現状を報告した。坂口は4月17日以来約2ヶ月ぶりにツイッターを更新し、この度は世間を騒がせてしまい、大変申し訳ありませんでした、と謝罪。そして、今は自宅で反省したり友人が家に来てくれたりでメンタルの部分はかなり回復しています、と周囲の人たちの支えや励ましで精神面も上向いてきていることを報告した。また、金輪際、このようなことが起きず、また普通に元気な姿をツイッターにもインスタグラムにも上げていきたいです。原文ママ、友綴り。インスタグラムには、パールのティアラのようなものを頭に乗せ、肩などがつゆわになった白い服を着た写真を投稿。その後も、ネイルサロンに行ったことなどを投稿するなど、逮捕前と変わらない日常をつぶやいていた。ファンからは、真面目に頑張る姿を見せてください。自分を大切に、などのコメントも寄せられていた。